S60R ボルボ S60 は、スウェーデンの自動車メーカーボルボカーズが製造、販売するセダンである。初代は、ワゴン車である、V70 の姉妹車。二代目は、V60 の姉妹車である。三代目は、米国から輸出される初のボルボ車になる。S60R2000 年に発売。S40 と S80 の中間に位置し、それまでのボルボに、特徴的であった。 角張ったデザインではなく、曲線を使用した流麗なデザインが特徴。2001年1月19日、販売開始。導入されるのは 2434cc 直列5気筒の2.4、2434cc 直列5気筒ターボの 2.4t、2319cc 直列5気筒ハイプレッシャーターボの t-5 の3種類。 すべてのモデルに5速 AT を組み合わせる。2001年10月1日、特別使用車 S60T-5 スポーツリミテッドを12月末日まで限定で発売。T-5 をベースにスポーツレザーシート、アルミニウムパネル、17インチアルミホイールなどを装備した。2002年7月、エントリーモデル S60 を追加設定し発売。 2002年11月1日、2.3リットル直列、5気筒、ハイプレッシャーターボエンジンを搭載する、T、T-5 スポーツを追加。スポーティな演出の内外装や17インチ、層アルミホイールを装備する。また、オプションの、スポーツプラスパッケージを選択すると、BBS 車製ネビュラ18インチホイールが装備される。2003年5月22日、 ハイパフォーマンスセダン S60R を200台限定で発売。2001年の東京モーターショーに参考出品した PCC の市販モデルで 300PS を発揮する2.5リットル直列5気筒エンジンに5速 AT を組み合わせる。駆動方式はオードで内外装も特別に変更されている。2003年11月10日150台限定の 特別限定車 2.5t スポーツリミテッドエディションを同年11月15日から予約受付開始すると発表2.5リットル直列5気筒ライトプレッシャーターボエンジンを搭載する 2.5t スポーツをベースにボルボカーコーポレーション企画のボディキットや専用17インチアルミホイールなどを装着する2004年9月29日 改良モデルを発表。フロントグリルやバンパー、ヘッドライトのデザインを一新したほか T-5 スポーツでは、排気量2.3リットルから2.4リットルへ変更された。2004年11月1日、高性能セダン S60R2005 年限定モデルを2005年3月31日まで限定で発売。リアエンドに新デザインを採用したか。 ボディ同色モールディングや R 専用アルミホイールが装備される。2005年3月2日、200台の特別限定車2.4スポーツエディションを発売。2.4をベースに専用ボディキットとスポーツサスペンションを装備している。2005年11月18日、2006年モデルを発売。グレードは S60、S602.4。 S62.5T、s, s 6 0ード、S60T-5 の5種類。バンパーやサイドモールをボディ同色とし、15インチアルミホイールを標準装備とした。2006年2月10日、特別使用車、セレクションを発売。2006年8月19日、一部改良。新デザインのフロントグリルやフロントバンパー、フロントスポイラーを採用したほか、 R モデルに日本初採用となるブリスを搭載した。2008年8月20日、2009年モデルを発売。上級の装備が施される新たなグレード、クラシックが設定された。2008年11月24日、S60 コンセプトの写真を公開。実写は2009年1月11日から開催されるデトロイトモーターショーで初公開される。 2009年11月10日、2代目となる S60 が初公開された。市販モデルは2010年3月のジュネーブモーターショーで発表。2010年5月17日に生産を開始した。日本では2011年3月5日に発売を開始。先代と同様に曲線を使用した流麗なデザインが特徴。プラットフォームは ボルボ y 20プラットフォームを使用。なお後に登場する、ステーションワゴン版の V60 は2代目と、コンポーネンツの大半を共用している。2012年6月16日、コンセプトカー、S60 ポールスターを初公開した。ポールスターがチューニングを施した、コンセプトカーで、3.0リットル直列6、気筒ガソリンターボ、T6 が、 最高出力 508PS、最大トルク 58.6KGM を発揮する。トランスミッションは6速 MT、駆動方式は 4WD、0時速 100km 加速は3.9秒を達成する。2013年11月21日、甲州モーターショーにて S60 リットルを初公開した。 S60 をベースに 80mm ホイールベースを延長したモデルである。2014年4月20日、北京モーターショーにて S60 リットルプフェブを初公開。プフェブは、ペトロールプラグインハイブリッドエレクトリックビークルの略で S60 リットルをベースにしたプラグインハイブリッド車となる。2015年1月12日、デトロイトモーターショーにて、 S60 クロスカントリーが初公開された。S60 をベースに車高を 65mm アップしたほか、樹脂製のフェンダーエクステンションを追加した。2015年4月20日、上海モーターショーにて S60 リットル T6 ツインエンジンが初公開される。S60 リットルをベースにしたプラグインハイブリッド車で、蓄電容量 11.2kWh の リチウムイオンバッテリーを搭載する。T6、R デザイン前期型 T6 オード R、デザイン後期型2010年12月、ティーザーサイトをオープン。2011年1月27日、2代目、S60 を、同年3月5日に発売すると発表。グレードは1.6リットル直列4、気筒ターボエンジンを搭載する、ドライブ、3.0リットル直列6、 トーターボユニットを搭載する t 6オード SE、t 6オード R デザインをラインナップする。トランスミッションはすべて6速 AT で、駆動方式は1.6リットルモデルが FF、3.0リットルモデルが 4WD である。安全装備では、衝突被害軽減ブレーキ、シティセーフティを標準装備。また、時速35キロメートル以下の時、歩行者や、 前方走行車両との衝突を回避するヒューマンセーフティも選択できる。2011年7月15日、2012年モデルを発売。燃費性能が改善された。2011年11月9日、100台の特別限定車、スポーツを発売。シャシーをダイナミックシャシーに変更し、18インチアルミホイールやトランクスポイラーが装備される。 2012年2月21日、100台の特別限定車 T4R デザインを発売。ドライブをベースに専用フロントバンパーやリアディフューザー、デュアルスポーツテールパイプ5本、スポーク、ダイヤモンドカット18インチホイールを装備。フロントにはストラットタワーバーを追加し、ボディ剛性を高め、リアサスペンションにはモノチューブダンパーを採用している。 2012年5月15日、300台の特別限定車 T4R デザインを発売。2012年8月17日、2013年モデルを発売。燃費性能を向上させたほか、装備を充実させた。2012年11月5日、T6 エンジンの能力を向上させる専用エンジンプログラム、ポールスターパフォーマンスパッケージを発売。 2012年11月27日、T4 に40台の特別使用者、スカンジナビアンリミテッドを設定し発売。2013年8月27日、大幅改良された2014年モデルを発売。ワイドなフロントグリルやバンパーの LED ポジションランプ、新形状のボンネットなどを採用し、デザインを一新した。またリアバンパーのボディ同色部分を拡大。 T6 オードには、新デザインのトランクスポイラーを採用した。2013年10月25日、スポーティーグレード、T4R デザイン、T6 オード R デザインを発売。専用デザインのフロントグリル、バンパー、アルミホイールなどを装備する。2014年2月20日、一部改良。T5SE、T5R デザインに新開発の2.0リットル直列。 4気筒直噴ガソリンターボエンジンと8速 AT を採用したほか、電動パワーステアリングを採用し、燃費性能を向上させた。また、ルカと重列駐車支援機能、パークアシストパイロットを選択できる。2014年5月1日、ポールスター社がチューニングした30代限定の特別使用車、S60 ポールスターの受注を開始。 t 6オード r デザインをベースに 3.0L 直列、6気筒ターボエンジンを、ボルグワーナー製のツインスクロールターボやインタークーラー、専用コンピューターなどでチューンし、最高出力 350PS、最大トルク 51.0KGM を発揮。6速 AT を組み合わせ、0時速 100km 加速4.9秒、最高速度は時速 250km。 2014年5月23日、特別使用車ラグジュアリーエディションを設定し発売。T4SE をベースに、ヒューマンセーフティなどの装備を充実させた。2014年8月19日、特別使用車 T4R デザインプラスを発売した。T4R デザインをベースに安全機能が、標準装備されている。2014年10月1日、一部改良。 これまで、オプション設定だった装備にリアビューカメラを加えた全10種類の安全装備、運転支援機能を、インテリセーフ10として、標準装備した。2015年4月8日、特別使用車、ラグジュアリーエディションを設定。2015年6月1日、ポールスター社がチューニングした10台限定の、特別使用車、S60 ポールスターの予約受注を開始。 2014年には日本に30台導入され、今回は10台導入される。2015年7月23日、2.0リットル直列、4気筒ディーゼルターボエンジン、D4 搭載モデルの導入を発表。同日に販売を開始した。アイシンオータムウィンター製の発足 AT を組み合わせ、D4SE、D4R デザインの2グレードを展開する。 2015年12月28日、ディーゼル車、D4SE の価格を2016年1月1日より変更すると発表。2016年2月1日、新しいエンジンを搭載したモデルを発売。スーパーチャージャー付きに2.0リットル直列4、気筒直噴ターボエンジンを搭載する、T6 オード R デザインが追加された。また、 1.5リットル直列4、気筒直噴ターボエンジンを搭載する T3SE も設定された。2016年8月10日、特別使用車 D4 ダイナミックエディションの販売を開始。2017年8月22日、一部仕様を変更し発売。タック、クラシックグレードが追加設定された。2017年10月27日、 ポールスター社がチューニングした特別使用車、S60 ポールスターの2018年モデルを20台限定で発売開始。フロントスポイラー下部、サイドシル下部、ドアミラーカバー、トランクスポイラーエクステンション部にカーボンファイバーのパーツを装備。また、専用のフロントスカッフプレートには1から1500までのシリアルナンバーが刻まれる。2018年6月20日。 8年ぶりにフルモデルチェンジされた新型 S60 を発表した。プラットフォームは SPA を採用。エクステリアはクーペルックでないノッチバックの基本フォルムを採用。先代に比べ全長が伸びた一方、全幅、全高が縮小され伸びやかなスタイリングを実現した。インテリアは V60 と共通のスカンジナビアンデザインが採用されている。 三代目となる S60 は、米国サウスカロライナ州チャールストンの新工場で、量産を開始する。直列4気筒ガソリンエンジンとフェブ搭載モデルのみで、ディーゼルエンジンの設定はない。2019年11月5日に発表。V60 同様全幅を 1850mm に抑え、日本で扱いやすいサイズとなっている。導入されるグレードは2 0リットル4 気筒直噴ターボガソリンエンジンを搭載し、最高出力 190PS を発揮する T4 モーメンタム、最高出力 254PS を発揮する T5 インスクリプション。f ェブモデルは T6 ツインエンジンオードインスクリプションが導入され、最高出力 253PS を発揮する2.0リットル、4気筒直噴ターボスーパーチャージャーガソリンエンジンをフロントに、 240ナノメートルのトルクを発生させる電気モーターをリアに配置している。2019年11月5日、フェブモデルの特別限定車 T8 ポルスターエンジニアードを30台限定で発売。ポールスターのチューニングによって2.0リットル4、気筒直噴ターボスーパーチャージャーガソリンエンジンの出力を 333PS に引き上げている。エクステリアは R デザインをもとに専用の前後バンパーやフロントグリルなどを装備する。ありがとうございます。